J1 リーグ第25節広島アウェー戦。はい、まずは天皇杯じゃないや。あ、そうだ、天皇杯。はい、天皇杯。はい、ベスト8。よかったです。おめでとうございます。初めて90分で決着がつきました。そうだね、今まで PK 戦まで行ってたよね。行ってたね。はい、行ってたんで。と、はい、いうことで、まあ、今回は J リーグに戻りまして、はい、広島戦でございます。はい。ちょっと大雨の影響あったのかな、広島。まあ、神戸戦中止になってね。うん。はい、まあでも、まあ、近いからね。はい、まあ、うん、結構ね、まあもう、うん、あの、起こしやす京都との試合でもう天皇杯なくなったんで、彼は、はい、いやいや怒られるし、はい、まあなんかそんな感じなんでね、結構休養十分なんじゃないかなと思いますけど、はい、まあ怪我人も多いし ね、 そうね、どうやって点取るのとかね、うん、はい、いろいろと広島のサポーターの怒りというか、はい、苛立ちは僕結構伝わってる方です。はい、はい、まあ一応広島の直近の戦歴、はい、を言うと、はい、まあ、負け引き分け負け、はい、ちょっと不調が続いているので、あまりちょっとね、はい、あうん立ち込めてるとこだと思います。そうね、はい、はい、これで川崎戦ということで、まあ、どうなるのかっていうところではありますけど、まあ、確実に倒したい相手ではありますね。そうね、前半戦引き分けてるんで、はい、はい、ということで、じゃあ、まあ今回は、はい、はい、お互いのゲームプランから教えてください。はい、そうですね、はい、まあ、上空監督、そうですね、広島側から、うん、はい、広島側からいきますね。はい、まあ、ジョーク監督、フロンターレにね、うん、富士通出身の方なんで、あ、そうなんだ、はい、まあ、なんかやたらフロンターレ戦だと勝ちたいっていう気持ちを出してくるなというふうに思うんですけど、まあ、古巣だからね、はい、まあ、はい、広島に関しては、まあ、前回のゲームと同じように、うん、はい、まあ、基本的にはブロックを作って、はい、で、まあ、やられましたけどね、うん、前回対戦で、はい、強烈な攻を持つジュニオル・サントスがボール持って、うん、はい、まあ、簡単なところで一人こいつのボール持てばもうここまで持ってこれるはずなんで、その後の一発で仕留めるっていう同じ形で、やってくるんじゃないかなと思います。はい、はい、まあ、それまで多分そんなにフロンターレ側のプレスを受けてもさばききる体制ってそんなにないと思いますし、うん、はい、まあ、前線の選手で運べる選手とか鮎川選手とかね、うん、頭いい選手だと、まあ、茶島選手とか結構怪我でいなくなっちゃってるんで、はい、うんうん、はい、まあ、限られた中でそういう選択取ってくるんじゃないかなと思います。はい、はい、もしかしたら、うん、この東選手がフォワードで出るかもみたいな、ワントップで出るかもみたいな、はい、普段、まあ、ここの選手だったりするんですけど、うんうんうん、もともとできるとかじゃなくて、で、まあ、ここの選手、普段はここの選手なんですけど、はい、まあ、ちょっとトップの選手がいなくなりすぎちゃってるはい、ちょっとそこで出るかもみたいなところがあるんで、もしかしたらその切り札的なところで前半は耐えて、うん、ある程度制限かけてもらって、はい、ジュニオル・サントスで後半仕留めるみたいな、うん、そういう青写真ももしかしたら描いてるかもしれないなという感じですね。はい、はい、じゃあ川崎側、谷口が心配ですね。はい、はい、前回というか、まあ、天皇杯で負傷交代したんだよね、はい、そうですね、はい、はい、なんで和也ですか。まあでしょうねという感じではありますね。はい、はい、で、まあ過密な日程もありますけど、まあ、全然、うん、ビルドアップはむしろ安定すると思う。そうね、はい、まあフロンターレ側としてはやっぱり、うん、基本的には、まあ、ジュニオル・サントスっていう選手に気をつけつつ、はい、ただ彼足元にやっぱボール収まっちゃうとなかなか取れないっていうところがあるので、うん、はい、まあ、なるべく頭で競らす展開でボール回収するみたいな、前回の対戦とか、うん、なかなかボール届かないっていう状態にしたいと思うので、はい、はい、まあ、見てもらえれば分かるかもしれないですけど、うんうんうん、こうやってプレスかけに行けば基本的には同数になるので、うん、それで、まあ、相手焦って長いボール蹴ってくれれば、うん、もう山村だったりとかジェイジェイだったりの空中戦があるんで、うん、まあ、基本的には前で、はい、もう勝手に噛み合うのでこのまま行けば、うん、はい、はい、なんで、まあ、このままこうマンツーマン気味になってプレスをかけて、うんうん、ここのところで奪うっていうプランで、はい、基本的には進めていきながら、うん、まあ、ブロックもね作ればそんなに広島も崩す形みたいなのは多くないチームなので、うん、はい、まあ、そこのメリハリを今節もつけながら、はい、はい、という形だと思います。はい、はい、まあ、プレスいってほしいですけどね、うん、はい、ダミアンがいる時間に関しては、はい、はい、ということで、じゃあここまで来ましたけど、はい、はい、予想スタメンをお願いします、はい、まあこんな感じでしょうと、はい、で、まあユウ様ね、前回でしたから、あ、そうだね、うん、ダメ来るかなって思ったけど、はい、まあ、やっぱダミアンですか。
フロンターレに関しては、はい、そうですね。まあダミアンスタメンでしょと、はいはい、まあ、途中から出てきてゴールも決めてるんで天皇杯で、あ、そうね、気分も乗ってるだろうし、まあ、はい、やっぱり3バック相手にした時の、うん、まあ、まずはやっぱり最近ちょっとまた熱くなってきたっていうのもありまして、はい、はい、まあ、まずはダミアンのパワーでいって、その後ユー様の、うん、まあ、技巧派というかね、まあ、頭より使うような動き出しなんで、はい、はい、そこで仕留めれることができればなというところと、うん、まあ、あとここですよね、左ウイングが一番悩ましいところかなと思いますけど、お、まあ、直近のやっぱり展開も考えると長谷川がやっぱりスタートでいって、で 後半で宮城点入れて、はい、で、まあ、仕留めに行くというか、はい、やっぱまあ彼自身も、うん、なんすか、いや、ちょっと前回の、はい、人数不利になったじゃん、あ前回の、あ、そう、ね、なんだっけ、柏戦の、柏戦、はい、で、天君が途中から入ってきたじゃん、はい、彼11人だと思ってたらしくて、あ、そうですね、とんでもないおっちょこちょいだなと思って、まあ、いたけどね、ピッチね、うん、頭ぶつけてぼーっとしてたら一人いなかったらしいですけどそうそうそう、まあ、やっぱ天才ですよ、うん、はい、すごいよね、それとも含めてね、それを思い出しちゃった、はい、はい、それを公式のコメントで出すっていうのが天然だから、ね、そう、本当に面白いよね、はい、普通だったら隠すんで、気づいてなくても、ね、恥ずかしいからね、はい、そうそう、ね、まあそんな宮城選手、やっぱりまあね、途中から相手がある程度疲れてる状態で結果出すっていうところにフォーカスさせてあげた方が今後もいいかなと思うんで、これでいいかなと。で、まあおそらく3バックで空いてくるんで、まあ、ウイングバックうまく釣り出せれば長谷川が前向きでボールを持つというか、はい、最近背負うので難しくなっててボールを吐き出してるんで、はい、まあ、そういう形もなく前向きとか相手がいない状態で受けれる形作りやすいと思うんで、はい、一旦スタートは長谷川でいいかなと思います。はい、はい、山村はもう安心でしょ。そうね、はい、もう特に心配することはないです。はい、はい、川崎から話しちゃったんですけど広島触れときますか。はい、はい、まあもうほとんど触れてるけどね。はい、はい、まあね、この人にどうやってボールを預けるかっていうところと、うん、まあじゃあブロックで守ってどうやって届けるかってところだと思うんで、はい、はい、まあそこに関してはそうですね。で、まあもしかしたらここを守りきるっていうことだけにフォーカスをすれば、うん、ここを松本選手にして、うん、でここを東選手にして、うん、守りきった上で後半ある程度イニシアチブを取ろうっていうところで青山選手、ジュニオサンド選手、イニシアチブ主導権、あ、はい、ね、はい、取ろうっていうところで、はい、まあこういう後半から出すってこともあるかなとは思いますけど、うん、まあ90分なんで、はい、このメンバーで前半からある程度こう緊張感をフロンターレ側に持たせつつ試合進めるっていう風にいくんじゃないかなと思います。はい、はい、じゃあ注目選手そうですね、まあ今回は割といろいろ喋りましたが、やっぱりまあこの2人じゃないですかね、はい、ジェジェウとジュニオサントス、この2人になるかなと。はい、広島側からすると、うん、まあ、やっぱりスコアに絡む選手っていうとやっぱりもうこの人しかいないんで、うん、どれだけ運んでって、まあわよくば PK だったりとか、うんうんうん、はい、いろんな形でこうスコアっていうかね、はい、チャンスメイクしていくか、うん、かかってるんでこの人に、うんうん、っていうところと、まあ、フロントレー側からするとやっぱ JGA がこの人どれだけ止められるかっていうところで、うんうんうん、まあちゃんと頭で跳ね返せればいいんですけど、やっぱオープンな状態である程度やっぱりもう攻めている状態でこう1対1作られちゃった場合は結構轟でもね、うん、引きちぎられていたし、そうね、で JGA 自体がある程度こうなんていうんですかね、 J リーグじゃそんなに負けないというかスピードとパワーで、うん、っていう中でこう結構そこで後手を踏む中である程度やっぱり何回もちぎられるというか、うん、同じ対応でやられてたんで、うん、まあ、そこの JGA のそのなんていうかね、修正力うん、慎重に行くところとか、うんうんうん、そこの使い分けも含めて、まあちょっとこのマッチアップ自体がもう勝つか負けるかっていうところで言うと、まあフロンターレで言うともう負けない、ここが負けなければもう試合にも負けないと思うんで、はい、そこをちょっと注目していきたいなと思います。はい、はい、じゃあ予想スコアいきますか。はい、そうですね、 1-0 じゃないかな。 1-0、 うん、え、今回山村いるからそんなに心配はしてないんだよね。はいはいはい、まあほぼ1-0-2-1あたりになるかなと思いますけどね、うん、やっぱ そ、まあ、そんなに点は入んないかなと思いますけど、うん、まあダミアンとか宮城点あたりが決めてくれればいいかな、うん、はい、というところですかね。まあ多分1点ぐらいは取られてもしょうがないと思うんで、
ね、ミスしてジュニオールサントスにちぎられてとか、うんうん、っていうのはしょうがないと思うんで、はい、まあそんな感じになるかなと思います。ただ結構やっぱ研究されてるし、うん、移籍した選手もいるということで、うん、結構苦しい試合増えてるんでね。そうね、はい、もうここは大勝というよりはもうちゃんと新勝でもいいんでしっかり勝ち切ってほしいなと思います。はい、はい、じゃあ勝ちましょう。勝ちましょう。